めっちゃ変わってる。ウケんだけど。やば。エクサイあったのに。本編です、今回ですね、この何の変哲もないように見える空き地からのスタートとなっているんですけども、実はそういうわけじゃないんですね。実はこちらですね、ヒゲカツの跡地なんですよ。もう40数年やってた在学生に人気のね定食屋さんだったんですけども、まあ、あのカツも美味しくてですね、あのおかみさんもお店入ったらね、おかえりなんて言ってくれるようなフレンドリーなお店だったんですが、数年前にですね、惜しまれながらもあのお店を閉めてしまうということになって、まあ、そんな代表的なですね、定食屋さんからねスタートするのもいいんじゃないかなと思って、ここからスタートした次第でございます。ではでは、紹介していきましょう。でそのヒゲカツの隣がですね、こちら杉広ってお店ですね、空いてなかったらよくこっちにも行ってました。ここも美味しかったですね。ここを前向くとちょうど大学が見えるんですが、そこ左を向いて歩いていきましょう。さあ見えてきました、こちらラーメン屋さんでございますね。見た目じゃ分かりづらいんですが、こちら二郎系のお店ですね、脇屋と言います。がっつり食べたい人はおすすめなんじゃないかなといったところでございます。トッピングなんかも別売りなのでね、なんかお酒のつまみに行った時でもテイクアウトするのもいいんじゃないかななんて思います。ではまた正面向きましてがっつり歩いていきましょう。この辺りですかね、向かい側の歩道を見てみましょう。なんか店の外にたくさんメニュー書かれてますね。実はこちらですね、30年以上続いてる老舗のクレープ屋さん、湘南クレープですね。あまりのメニューの多さに一度は立ち止まってしまったなんて人はね、いるんじゃないんでしょうかね、在校生の皆さんとかね。いやー、なんていうかね、もう相変わらず目を引くようなメニュー表ですよね、これね。変わらなくてなんか安心しました。そしてその隣ですね、緑の看板が目印のこちらですね、油そば専門店の山屋でございます。大学の近くにラーメン屋さんっていうのはよくある話なんですけども、油そばの専門店なかなか珍しいですよね。まあその珍しさからね、一度行ってみてはいかがでしょうか。ツイッターも後で概要欄貼っときます。学校通うとき気分転換にね、こっち側に行くことあるんですけど、まあ、こっち側に行く理由っていうのもう一つあって、こちら裏道ですね。こっから行くとちょうど大学の駐輪場の方に出ます、ね、バカ正直にね、信号渡んなくても通学時間ここで稼げるってところでね、ぜひ活用してみてください。でヒゲカツ屋の前に戻ってここ渡っちゃいますね。懐かしいですね、ここ渡るのもね。ちょっと周辺歩いてみましょうか。いや懐かしいな、この道。でもこんなに広くなかった道が。わー、超夏で、そうそうなんだよ。あっち側のもん行くの結構時間あったんだよね。もう学校自体は着くけど、そこから授業があるところがにたどり着くっていうのがすごく長いんだよね、うん、だってもし授業がさ、でかいっていうか理系の方だったら、こっからまた10分15分、いやもっとか30分、言い過ぎか、結構また徒歩で10分15分かかったりとかするから、割とね、楽単じゃんと思って選んだところが、下界の、体育館のところにあったりとかすると、ちょっと絶望するよね。最初来るときはね、そんな遠いのみたいな。
なんだったらもう大学卒業するまで下に行かないなんてこともあるからね。うん。やるとこちらに着くわけです。こっち何号館側だっけな。覚えてねえや。何号館だっけ。確か4号館だね。4号の掲示門口の方か。まあ大体なんだろう、普通に小田急とか使ってくるとこから入ってくるのが流れになってますね。まあ今回中入りたいところではあるんですけど、もうちょっと許可取ってないので、この周辺のね、ランチ何を食べようかってところで、結構昔様変わりしてるけど、まあもし懐かしい店あったら紹介していきたいななんて思います。あんな店なかった。全然変わってるわ。掲示門から、左手向いて先進むと駐輪場があるんですけど、ちょうど向こう側のあのエリア、あの鈴木って書いてるじゃないですか、鈴木って、あのエリアに結構昼食屋さんがいっぱいありますね、定食屋さんとかね。でそこに行くのめんどくせえなって、だいたいあそこにある中華屋の河川ってとこ行きますね。まだあったんだ河川。懐かしい。もっと広くあるんだろうね。河川を左手に見てまっすぐ行くと、こっち側に定食屋さんずらーっと並んでるんだけど、あるかな、すんげーでかいビッグカツがあるところ、何山か食堂だったっけ、なんか先にあった気がする。そうで、ここが定食屋さんの並び立ってます。あーまだあるんだ、ここちゃんぽんめっちゃでかいの、今日休業らしいですけど、ちゃんぽんでかくて、でこの辺りね、これ結構ね変わるんですよ、店の立ち替わりが。なんか居抜きでいろいろ変わってって、今は普通に定食になってる。ここらなんか昔なんかトマトラーメン屋さんとか、なんかいろんな食堂になってたりしますで、ここはあれか、ネパールレストランってんの。超夏いで、ネパールレストランを過ぎるとネパールレストランがある、はいですね、学生時代にもとってもお世話になった中華料理屋さんの、河川に行きたいと思います。いやー懐かしの味でしたね。ごちそうさまでございました。なんかね、学生時代に本当戻った気分でね、また食べたくなりました。他にも食事関係でしたり、いろんな動画ありますので、よかったら、僕の他の動画を見てください。今日はありがとうございました。